アバンバイクストア須崎です。今日ご紹介するのは、マットマンのカスタムで作ったバイクです。マジックアワーマットマンっていう風な感じで、ちょこちょこツイッターなんかでも画像流したりしたんですけど、マジックアワー、ちょっとペイントが、の雰囲気がこうマジックアワーな感じで撮れてるかなと思います。でフォークに関してはコロンバスを使いました。で左前でお作りしています。タイヤコンパスです。コンパスのモンジョンパスでチューブレスで運用しています。このフォークは前ちょっと後藤さんが言ってたんですけどね、このライン、エンジンにはないこのラインが生命感のイメージを作り出すかなと思っていたりします。かっこいいですね。で、今回はヘッドチューブが 44mm のヘッドチューブで削り込んでフィレットで上下にリングをつけています。インセット7かな。で、よーく見るとこのペイントにメタリックが入っているネイビー、見えますか、メタリックが入っているネイビーです。で、だんだんここに近づくと火が出てくるよみたいな感じの、はい、でこの辺はまだちょっとワインディングカラーとかそんな感じでペイントしています。なんか一つトレンドとしてパープルの色味がトレンドなのかなって思ったりしてます。そのパープルっていうのが、1980年代後半とかによくあった、クライムとかのペイントメソッドの中から構築されているような、パープルをよく使うことが多くて、
形こそロードバイクですけれども、マウンテンバイクの、特にクラインのカラーすごく憧れがみんな強かったらしくて、当時すごい憧れのバイクだったんですよね。で、そういう風なところからモディファイされて、ペイントをオーダーされる方が非常に多いです。今回のオーダーは実はこういう風な、写真を送ってきていただいて、まさにマジックアワーな写真なんですけれども、これのこの辺の色味をこういう風な表現をこの辺りに持たせたいっていう風なオーダーなんですよ。どうですか？綺麗、表現できてそうですか、うん、という感じでございます。ちょっとじゃあスペック紹介していきます。シマノの、アルテグラハイドロの DI2 です。サドルファブリックの一番高いやつですね。何でしたっけ、 ALM だったな。で、5万円ぐらいします。エミのセットバックのシートポストで、中にバッテリーを組み込んであります。ステムはイーストの EC90 110mm です。で、イーストンの同じく EC90 のハンドルは420mm です。バーテープは ESI を使いました。これすごく握りやすくていいです。ブレーキローターです。なっていきましょうか。アルテグラですね、とフローティングタイプに CL なので、 CL っていうのはセンターロックの意味ですけど、CL なので、こういう風な、フローティングタイプを選ぶことが多いんですけれども、こういう、ブレーキを使っています。で、DI2 なので、ここを見てもらうと分かるんですけど、全部中通ししてるので、ここは握りやすさ、手の置きやすさ、あとここ握った時にあんまりこうしなりを感じないんですよね。こっちは感じるんだけど、ここはあんまりしなりを感じないっていう、ちょっと不思議な、よくできてますね最近のパーボンのパーツは。で、シートクランプサルサで、この辺りを取り込んでます。で、 BB も同じように色を揃えて、アルゴノートサイクルス、ホワイトインダストリー、クリス・キング、パラゴンマシンワークスの同時開発、一緒に共同開発した BB で T47 という企画です。で、この企画のおかげでいろんな BB に対応することができています。新しいスラムのアシスなんかにも、スラムの12スピードの 2x12 に対応する、BB も間もなく出るように、この BB の規格を選んでおけば間違いないと思います。あのローターの E13 なんかにも対応すると思います。 E13 じゃない、13スピード、バイク自体はグラベルなんかをよく走りたいっていうふうになると、横移動がどうしてもグラベル走るっていうふうになると、
北川君じゃない、そういったところで横移動を快適にしたいっていうふうなところを両立させるために今回はこのモジョパスを使っています。今日は、こういうふうなアドクラフトで、生産している自転車、すごくおすすめしています。値段は正直安くはないです。だからどっちかというと高いと思います。高いと思うんですけれども、いろんなところに連れて行ってあげたくなるようなそんな自転車なんじゃないかなと思って、お作りしております。まだまだ紹介しきれないことたくさんあるんですけど、ちょっと長くなっちゃうので、詳しくは店頭までぜひお問い合わせいただければと思っております。今日はバットマンの、マジックアワーバットマングラベルバイク